どうもこんばんゆうです、皆さんメリークリスマス、今回はですね人食い大鷲のトリコ第2回目やっていきたいと思います。いいね、外出れましたね。行きましょう。どこ行くんだ。お、ここ行くんかな。はい、かわいいね。かわいいな。うおー、近づいてきた。やべ。行こう。主人公通れるけど、トリコ通れるんかな？ん？あ、もしかしたらこの岩かな？え、なわけないでしょ。歩き方、歩き方。おー、慎重に。トリコー！ワルスローって言ったよな。トリコーって言ったのかな。おとなしく待ってるね。かわいいな。ジャンプ。あ、こうジャンプするんや。おお、待て待て。あ、ぶら下がるの。え、なになに、なんの音。うおー、見事なバランス力です。お見事、すごいね。すごいな、これサスケやったら優勝するぞ。お、また飛ぶんかな。おお、飛ぶ。すごい、すごいね、バランス力が。よし、うおー、音鳴る、音鳴る。うわ、下怖、断崖絶壁やん。今落ちたら死ぬやろな。うえー、うお、崩れたな。ここからどうするんだ。おー、帰り、お帰り。うえー、でかいね。あ、そうか。なんかあの、ドアみたいなやつを、ちゃ、光らせる。お、これで攻撃してもらおうかな。イカズチ。おい、そう。え？なあ、ほな。音楽すごい。うお。え？すごいね。いや、たまらん。動物好きにはマジたまらん。行こう。おお、こう行くんかな。ちょっと待って、カメラ視点。うお、怖っ。勇気ある少年。ええー、こん中入っていくんだね。エディオンって言ったんかな。トリコって言ったんかな。来れる？おお、来れるやん。慎重に、慎重に。オッケー、到着。どこ行くんだ。ここか。到着でーす。オッケー。ん？てか、トリコ入れる？へは！挟まってるやん。かわいい、おもろい。こうサムネイルにしようかな。へは！かわいいな。こっちの通路は？ちょっとトリコ待っててね。呼んでみようかな。エディウィーンって言ってるよね。来ないかな、こっちから。あ、来る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 来てる来てる。
ジャンプするんかな。おお、すげえ、すげえ、頭いいな。面白、めっちゃおもろい。なんか光ってるぞ。あ、これ照らすんか。オッケー。で、オッケー。はい、あげる。食べて食べて。一食いトリコやのにね、タル食いになってるよね。あ、トリコって言った今。で、どこに行くん、こっちに行くん。なんか光的にはこの上っぽいねんけどな。あ、これ乗れるやん、あっこ。ウェーイ、痛ー、絶対痛い。そこに着地は痛い。うん、ここまで呼んどく。オッケー、これでいけるな。なるほど。なかなか頭使うな、このゲーム。ちょっとアンチャーテッドに似てるな。えい、よーし。ん？オッケー。なんかないかな。お、なんかあるぞ。鎖みたいなのがある。うえぇ、いけたいけた。これでどっち行くんだ。うえぇ、こっち行ってみよう。うおー、すげえ、痛い。おー、まさか飛んでくるとは思ってなかった。飛べるんだね。すごい跳躍力。今のはビビった。ちゃ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 、掴みたいね。引き抜けない。え？お、すごい。いい子いい子ってやってる。丸ボタン長押しで。めっ、え、詰まって持てるやん。ちょっと待ってよ。おびくした。なんか視点が変わった。おお、取れたやん、取れた。これあげるよ。どうぞ。ああ、ああ、ちょっと待て、ちょっと待て。投げる投げる。はい。よしよし、離れたね。はい。攻撃して持てるやん。はい、どうした、どうしたんだ。行くよ。ちょっと顔入れないでね。はい、
はい、オッケー。お食べお食べお食べなさい。警戒してるな。警戒してるよ。めっちゃ転がしてる。腹いっぱいなのかな。食うんかい。え、水の中の生き物食べた。おお、全然ジャストミートせえへんや。はい、置いとくよ。あ、ちゃんと食うんや。うえー、すごい破壊力。これ何回見てもすごいな。最高。おっと、これはこの洞窟の中、主人公潜るんかな。大冒険やな。到着。トリコどうす、トリコどこおる。上から来るんじゃん。音楽がやばい、音楽やばい。すごい。うわ、やば、この音楽。すごいね、大自然や。こうちょっと景色見たいな。どんな感じなんやろ。うえい、霧。霧なん、これ。トリコどこ？おい、先へ進もう。てか音楽やばいぞ。泣けてくる。もののけ姫に出てきそうやな。オッケー、飛ぼ。お、飛ぶ飛ぶー、すげえ。マジっすか、マジっすか、トリコさん。すげえ、乗り心地最高やろな。降りよう。なんだこれ。え、お、落としたのだ。めっちゃバレた。めちゃめちゃバレたな。うわ、めっちゃバレた。なんか人がいそうな場所に着いてしまったぞ。なるほど。あ、この隙間だね。この隙間入るんだね、少年。ん？樽がある。
うまいこと少年が入れる隙間は作ってるな。はい、どうぞお食べ。はい、こっちから行けるね。トリコは来れる隙間なのか。あ、来れるね。なんだこれは、ドアが。こっちか。光が見えた。また光が見えた。光が見えた方が安心だ。お？違うな。こっちじゃないな。どこ行くべきか。なるほど、ここ乗ってこの隙間か。なるほど。ちょい教えてくれるよね、トリコ。助かってる。うわ、眩しくて光を浴びて降りれる。うわ、どっち行くべきか。こっちか。これで後方ジャンプが難しいよね。オッケー。これで手を離すで、こっちやね。よし。おお。これでどっちに行こう。オッケー。で、レバーある、オッケー。おい、ナイス筋肉。挟まるよ。はい、オッケー。お、樽がある。持って行ってあげよう。よし。どうぞ。食べてください。OK。ということで、こっちですね。おい。食べたか？食べたね。はい、ナイスファイト。すごい世界だね。もう、こう飛び移るのかな？移ってみよう。おい、なんだこれ。大鷲は何かに覚えていた。何ですか。
うん？来ないの、来ないの、ほんじゃ。どうしたの？その光があかんのじゃない。光がダメそうだね。うん、なんとかしてあげなきゃ。うん、視点が変わった。オッケーオッケーオッケー、来た。何？何？何？これ何？どうした、トリコ？落ち着くんだ。何？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 こっちおいで。こっちおいで。こっちおいで。うお。え？なんだ？トリコに食われたよね。人がなんかトリコに悪さをしとんやな。なんだなんだこれ。俺ゲームオーバーになったと思った、食われたから。え、なんだ、少年はまだ生きている。あ、トリコおる。トリコ。なんだ。あれなくなってるやん、光。アテイエタナキャン。気がつくとさっきまで持っていた光る鏡がなくなっていた。なくなってるよね。誰かおるか、おったんかな。あれトリコはこれ生きてるよね。お腹動いてるもんね。いや食べられたからゲームオーバーになったと思った。トリコ、トリコ、なんだこのドア、怪しいな。あ、尻尾でいけるんか、下に。おお、どんなポーズで。あ、いけるいけるいける。オッケー、トリコはあれ生きてるよね。うん、ここか。すごい通路。なんだ？すごいね、もう、時代は変わったな。お、なんか気づいた。
なにこれ。その鎧は何か不吉なものを感じさせた。怖いよね。なんか仕掛けなんかな。怖っ。このまま行って大丈夫かな。こっち行く？こっち行きますか。音楽が寂しい。この後どうなんだろう。おお。ここにまで、ここでレバーたどり着けるんですね。なるほど。で、このゲートが開く。トリコはまだ横たわってる。で、この鎧が怖いなぁ。おぉ、やばい、やばい、やばい、なになに、なに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 これ、仕掛けやん。やばいやばい。やばいやばい、どうするどうするどうする。なんだ、人じゃん。逃げろ、逃げろ逃げろ。トリコ、起きてくれ。もう起きた。オッケー。主人公は捕まってます。オッケー、ありがとう。まだまだまだ。おっしゃ、ありがとうトリコ。大鷲は鎧と戦い興奮していた。あかんあかん、落ち着いて落ち着いて。なんとかなだめようと大鷲の体を撫でてみた。丸。オッケー、落ちた落ちた。え、まだまだまだ。どこでなだめてんの。オッケーオッケー、よし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 、行こう行こう。怖かったね。これもね、なんか落とし穴かなって思ってしまう。また挟まってるやん。眺めてあげようかな。いたいたいた、突き飛ばしたかな。お、オッケーオッケー、外に出た。ここはやでよ。違うね、こっちじゃないな。オッケーオッケー、戻れた戻れた。
ちょっと戻ってみようかな。粉もかかってないな。ね、ちょっと鎧がね、怖かったんですけど。うん。トイコ復活してくれてよかった。ここ、長いね、動画となりましたが、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、続き、配信したいと思いますので、そちらの方も、ご視聴していただければかなと思います。この動画良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価を教えてください。またね、ツイッターの方で、@ゆげみTV、フォローの方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。